ブロードピークは、中華人民共和国とパキスタンとの国境にある山。標高は8047メートルで、世界第12位。主砲の北側には暗部を挟んで、中央本、ついで北方がある。K2 から約8キロメートル離れた位置にあり、ガッシャー・アブルム連邦に属する。元々は、K2 の次の山ということで、K3 という名前が付けられていたが、 その後の調査で山頂の幅が 1.5km にも及ぶことから広い頂を意味するブロードピークの名前が付けられた。ただし、現地語のバルティ語名はファイチャンカングリで地元住民の間ではブロードピークという名前はあまり受け入れられていない。コンコルディアからの眺め1957年に初登場したオーストリア隊は高所ポーターや酸素ボンベを使わずに隊員4人で に上げ、ルート工作をして、登頂に成功した。大量の物資とポーターを投入して登るのが、普通だった当時としては、画期的な成果であった。西側のノーマルルートから登ると、手法の前に、前衛法に達するが、ここを頂上と誤認しやすい。前衛法で下山してしまったため登頂と、認められなかった例もある。特に断りがない限り、登頂とは、手法の登頂のことを指す。 ありがとうございます。